陽子のスピンと磁気モーメント、量子力学の扉を開く実験。皆さん、こんにちは。量子の世界へようこそ。物理の世界では、時折私たちが予想もしない新しい扉が開かれます。理論では全てが解明されているはずと思っていても、実際に実験を行ってみると、驚くべき発見が待っていることがあります。今回のテーマは、陽子のスピンと磁気モーメントについてです。私たちが知っている粒子が本当に素粒子なのか、それともさらに深い構造を持っているのか、ディラック方程式で予測された理論通りの結果が得られるだろうと誰もが信じていた時代に、シュテルンの実験が示した結果は当時の物理学者たちを驚かせるものでした。今回はそんな歴史的な実験と、そこから生まれた新しい発見について一緒に探っていきます。陽子のスピンがどのようにして解明され、現代の素粒子物理学の基礎がどのように築かれたのか、その背後にある物語を紐解きましょう。それでは、量子の世界を探求する旅を始めましょう。回転運動の波動関数の対称性。対称性の概念は物理や数学で非常に重要です。特に波動関数や力学系では、対称性に基づく法則がシステムの挙動を決定づけることがあります。ここでは関数の対称性を詳しく説明していきます。まず、対称関数についてです。ある関数 fx において変数 x をマイナス x に置き換えたとき、得られた関数 f マイナス x が元の関数と一致する場合、その関数は対称関数または偶関数と呼ばれます。つまり fx イコール f マイナス x である場合、その関数は対称性を持つということです。このような対称関数は、グラフで見ると、y 軸、垂直軸に対して、左右対称になります。例えば、fx イコール、x2 乗という関数を考えたとき、f-x イコール、-x2 乗、イコール x2 乗ですから、f-x イコール、fx となります。この関数のグラフは、y 軸を中心に、左右対称な放物線になります。これは典型的な対称関数の例です。次に反対称関数について説明します。反対称関数または帰関数は fx に対して f-x イコール -fx となる関数を指します。つまり変数 x を -x に置き換えると元の関数にマイナスがかかったものになります。この場合、グラフは原点を中心として左右対称ではなく、180度回転したような形になります。例えば、fx イコール x3 乗という関数の場合、f-x イコール -x3 乗イコール -x3 乗となるため、f-x イコール -fx です。この関数のグラフは、原点に対して反転した形になり、これは反対称性を持つ関数です。さらに重要なのは、関数の積における対称性です。対称関数同士、あるいは反対称関数同士を掛け合わせると、結果は対称関数になります。これは次のように確認できます。例えば、対称関数 fx と gx がそれぞれ、f-x イコール fx かつ g-x イコール gx を満たしているとします。この時、積 fxgx を考えると、f-xg-x イコール fxgx となり、積も対称関数であることがわかります。一方、対称関数と反対称関数の積は反対称関数となります。例えば、fx が対称関数、gx が反対称関数である場合、f-x, g-x, イコール fx-gx, イコール -fx-gx となります。よって、積は反対称関数になります。このように、関数の対称性は、その組み合わせによって、どのような性質を持つかが決まります。この性質は、物理や数学において、多くの応用があり、特に波動関数や、量子力学において重要です。
例えば粒子のスピンや運動量に関連する波動関数の性質は対称性の理解に基づいています。3次元の1ベクトルを変数とする関数についても対称性と反対称性の概念が適用されます。1ベクトル R ベクトルを持つ関数 FR ベクトルにおいてベクトルを反転させた場合、つまり R ベクトルをマイナス R ベクトルに置き換えた時に元の関数と同じになる場合、関数は対称関数と呼ばれます。具体的には F-R ベクトルイコール FR ベクトルとなる場合がこれにあたります。反対に R ベクトルをマイナス R ベクトルに置き換えた際に符号が反転する場合、つまり F-R ベクトルイコール -FR ベクトルであれば、その関数は反対称関数と呼ばれます。簡単な例として、絶対値を取ったベクトル R ベクトルの絶対値は対称関数です。なぜならマイナス R ベクトルに置き換えても絶対値の性質から変わらないためです。一方、単純にベクトル R ベクトルそのものを使った関数 FR ベクトルイコール R ベクトルは反対称関数となります。これは R ベクトルをマイナス R ベクトルに置き換えるとその符号が反転するからです。この対称性の概念は回転運動の波動関数にも適用されます。波動関数を負債 LR ベクトルと表現した場合、各運動量 L の値が偶数か奇数かによって波動関数の対称性が決まります。具体的には L が偶数の時、負債 L-R ベクトルイコール負債 LR ベクトルとなり、波動関数は対称関数となります。一方、 L が奇数の場合、負債 L-R ベクトルイコールマイナス負債 LR ベクトルとなり、波動関数は反対称関数となります。つまり回転波動関数の対称性は各運動量 L の値が偶数か奇数かによって決定されるのです。2つの粒子の1ベクトルを交換する操作についてもう少し詳しく考えてみましょう。1ベクトル R ベクトルは1つ目の粒子から見た2つ目の粒子の位置を示すベクトルです。このベクトル R ベクトルを逆向きのベクトル -R ベクトルに置き換えるということは、一つ目の粒子と二つ目の粒子の位置を交換することと同義です。この操作によって、ベクトルの大きさ自体は変わりませんが、向きが逆になるというのがポイントです。この操作をもとに、回転運動の波動関数、負債 LR ベクトルが示す対称性の関係を考えます。この波動関数は、二つの粒子の位置を交換したときに、どう変化するかを示す関数でもあります。もし2つの粒子の位置を交換しても波動関数が変わらない場合、その関数は対称だと言います。逆に交換によって波動関数が符号反転する場合、その関数は反対称だと言います。さらに同じ種類の粒子が2つ存在する場合の波動関数について触れておきましょう。この波動関数は1ベクトルだけでなく、各粒子のスピン成分なども含んだ複雑な関数として表されます。このような波動関数は2つの粒子の位置とスピンの交換操作の下で対称関数か反対称関数のいずれかになります。交換操作を行っても波動関数が変化しない場合、すなわち対称関数の場合、その粒子はボース粒子と呼ばれます。一方、交換によって波動関数の符号が反転する、すなわち反対称関数の場合、その粒子はフェルミ粒子と呼ばれます。スピンの波動関数。これまで粒子の分類についてスピンに基づく説明を行ってきましたが、ここでさらにスピンに依存する波動関数について考えていきます。スピンが0や自然数の場合、その粒子はボース粒子として分類されます。一方、スピンが2分の1や2分の3など反整数の場合、その粒子はフェルミ粒子として扱われます。これらの分類は量子統計における基本的な概念です。特にボース粒子とフェルミ粒子の違いは、粒子がどのように振る舞うかに大きく関わります。ここまでの説明では、水素分子の回転運動に着目して波動関数について説明してきましたが、スピンに依存する波動関数も同時に考慮する必要があります。
ピンに依存する波動関数を解とすると、回転運動の波動関数プサイ L とこのスピンの波動関数解を掛け合わせたもの、すなわちプサイ L 掛ける解全体が対象関数か反対象関数のいずれかでなければなりません。これは量子力学における全体の波動関数が粒子の対称性を保つ必要があるためです。具体的には、もし陽子がボース粒子であるならば、プサイ L 掛ける解は対象関数でなければなりません。一方、陽子がフェルミ粒子である場合、プサイ L 掛ける解は反対象関数でなければなりません。このように粒子のスピンと波動関数の対称性は密接に関連しています。なお、平振運動や振動運動に関する波動関数は対象関数であるため、今回の議論においてそれらの波動関数は考慮する必要はありません。ここでの焦点は回転運動とスピンに依存する波動関数の対称性にあります。陽子がボース粒子かフェルミ粒子かに応じて、回転運動の波動関数プサイ L とスピンの波動関数解が最終的に対象か反対象かを決定することになります。このようにスピンと運動の波動関数がどのように相互作用するかによって、全体の波動関数の対称性が決まります。陽子のスピンは2分の1であるため、フェルミ粒子に分類されます。この性質から波動関数プサイ L 掛ける解は反対象関数でなければなりません。ここでプサイ L は核運動量 L の値に応じて対象関数または反対象関数のいずれかになりますが、全体の波動関数が反対象になるためには、スピンの波動関数解とプサイ L の対象性が一致する必要があります。次に2つの陽子のスピンの合成について考えます。合成スピンが1の場合、これは2つのスピンが同じ方向に揃っている状態を意味し、その波動関数は2つのスピンを交換しても変わりません。つまり、このスピン波動関数は対象関数です。一方、合成スピンが0の場合、これは2つのスピンが互いに逆向きである状態を示し、スピン波動関数は2つのスピンを交換すると符号が反転します。したがって、この場合のスピン波動関数は反対象関数になります。さらに、核運動量の大きさ S の状態には 2S プラス1個の異なる Z 成分が存在します。例えば、S イコール0の場合、2S プラス1イコール1となり、Z 成分が1つしかない、つまり縮帯度1状態です。一方、S イコール1の場合に S プラス1イコール3となり、3つの異なる Z 成分、つまり縮帯度3が存在します。このように、スピンの合成状態や核運動量の Z 成分の違いによって、波動関数の対称性や縮帯の度合いが変わるのです。回転運動の核運動量 L が偶数対称の場合、陽子の合成スピンは0反対象となります。一方で、核運動量 L が奇数反対象の場合、陽子の合成スピンは1対象になります。このように、回転運動の核運動量とスピンの合成状態によって、全体の波動関数がどのような対称性を持つかが決まります。ここで重要な点は、スピン波動関数の縮帯度がエネルギー順位に与える影響です。合成スピンが1の場合、縮帯度は3となり、スピン波動関数において3つの異なる状態が存在します。一方、合成スピンが0の場合、縮帯度は1となります。縮帯度が異なるとエネルギー順位の分布に影響を与えるため、全体の平均エネルギーも変わります。このエネルギー順位の違いは比熱に関連しています。比熱を計算する際には、エネルギー順位の平均値を考慮しますが、縮帯度が異なる順位はその分だけ状態が存在すると考えるため、同じエネルギー順位であっても縮帯度が違うと平均エネルギーに差が生じます。結果として、縮帯度の違いが比熱にも影響を与えることになります。回転運動における核運動量の縮帯度は 2L プラス1で表されますが、スピン波動関数の縮帯度が1倍か3倍かによって、全体に与える影響は大きく異なることになります。
このように回転運動の核運動量やスピンの状態、縮体度の影響が物理的な性質に大きな影響を与えることが理解できます。これまでの考察に基づき、水素分子ガスの比熱を測定し、理論と比較した結果、当時の実験精度では、陽子がフェルミ粒子であり、スピンが2分の1であるという結論と、陽子がボース粒子で、スピンが2分の1であるという2つの可能性にまで絞り込むことができました。この比較は、エネルギー順位や波動関数の対称性、さらに縮体度の違いが、比熱に与える影響を詳しく調べたものであり、陽子の性質を理解する上で、非常に重要なステップでした。比熱の測定結果は、粒子の統計的性質や、スピンに関する情報を得るための手がかりとなりますが、当時の実験精度では、これらの2つの仮説を完全に区別することはできませんでした。しかし、これにより、陽子の振る舞いについて、かなり具体的な仮説に絞り込めたことは、量子力学の発展において、大きな前進でした。このように、理論と実験を組み合わせることで、粒子の性質を深く理解し、物理的な現象を解明することができたのです。水素分子ガスの分光実験。比熱の測定において、エネルギー順位の縮体度が重要な要素となります。この縮体度は、冷気した水素分子が放出する光の測定による分光実験でも推定可能です。この分光実験によって、陽子のスピンの値が最終的に決定されました。冷気した水素分子には2種類の状態があります。一つは電子がより高いエネルギー軌道に冷気した状態、もう一つは陽子対の運動が冷気した状態です。後者はこれまで考察してきた回転運動などの冷気状態を指します。MRI の原理と同様に、冷気された状態はより低いエネルギーの状態へと遷移し、その際にエネルギー差に対応する光が放出されます。分光実験では、この放出された光のエネルギー、振動数や強度を分析し、分子の状態を知ることができます。なお、電子軌道の冷気エネルギーと、陽子対の運動による冷気エネルギーは、大きさが全く異なります。そのため、両者の放出する光の振動数や波長は、異なる領域に現れるため、完全に区別することが可能です。これにより、陽子対の運動のみの様子を、分光実験で正確に調べることができるのです。次に、エネルギー順位を、自然数 n イコール1、2、3で番号付けし、あるエネルギー順位 n イコール i から、より低いエネルギー順位 n イコール j への遷移、i は j より大きい、を考えます。それぞれの順位における縮体度 WI と WJ が大きいほど遷移する確率が高くなり、放出される光の強度も増加します。したがって、分光実験で観測された光のスペクトルの強度分布を分析することで、各エネルギー順位の縮体度の比を推定することができます。このようにして、比熱の測定と分光実験という2つの実験結果を理論と比較検討することで、各エネルギー順位の縮体度を推定することができました。この研究は、1927年にフリードリッヒ・フンと堀武雄、デビッド・デニソンらによって行われました。彼らの実験と考察の結果、陽子はフェルミ粒子であり、スピンは2分の1であることが明らかにされたのです。陽子の磁気モーメント。水素分子ガスの比熱測定や分光実験によって陽子のスピンに関する情報を得るという方法は回りくどく感じるかもしれません。実際そのように思うのも無理はありません。ではもっと直接的に陽子のスピンを測定する方法は存在しないのでしょうか。電子のスピンについてはシュテルンゲルラッハの実験がその決定的な役割を果たしました。この実験では銀原子ビームを勾配のある磁場に通過させ、スピンによってビームが2つに分かれることを確認しました。もし同じ実験を陽子に対して行うことができれば、原理的には陽子のスピンとその磁気モーメントを直接測定することができるはずです。しかし、陽子の磁気モーメントは電子に比べて非常に小さいことが問題です。
ディラック方程式が陽子にも適用できると仮定すると、陽子の磁気モーメントはおよそ電子の2000分の1になります。このため、ビームの分離を観察するためには、非常に強い磁場勾配が必要です。磁場の勾配が強ければ、ビームはより大きく曲がるため、陽子のスピンによる影響を確認することができるでしょう。しかし、さらに考慮すべき点として、90年前の量子力学の黎明期には、単一の陽子を取り出して、ビームとして使う技術が、まだ存在していませんでした。したがって、直接的に陽子のスピンを測定する実験を、当時行うことは困難でした。そこで再び登場するのが、水素分子です。水素分子は、陽子のスピンに関する情報を、間接的に得るための手段として利用されました。このようにして、間接的な手法が必要だった背景を理解することができます。1933年、シュテルンと共同研究者たちは、磁石の形状を工夫して、強い磁場勾配を作り、その中に、水素分子のビームを通すという実験を行いました。この実験は、シュテルンゲルラッハの実験と同様の原理に基づいており、結果として、水素分子のビームは、3つに分裂しました。この分裂の大きさを測定することで、水素分子の磁気モーメントが求められ、そこから陽子の磁気モーメントを引き出すことに成功しました。この実験について、もう少し詳しく説明しましょう。水素分子には、2つの電子がありますが、これらの電子のスピンは、互いに逆向きであるため、電子のスピンによる影響は相殺されます。そのため、この実験で観測されたビームの3つの分裂は、電子ではなく、陽子対が持つ磁気モーメントによるものです。磁場がかかっていない状態では、核運動量の大きさが1である場合、2L プラス1の異なる状態が同じエネルギーを持っています。しかし、磁場中では、それらの状態が異なるエネルギーを持つようになり、これがシュテルンゲルラッハ実験における、ビームの分裂の原因となります。具体的に言うと、ビームが3つに分裂したことは、陽子対の全体の核運動量の大きさが1であることを示しています。この場合、核運動量の式 L イコール1により 2L プラス1イコール3という分裂数が得られるのです。陽子対の全体の核運動量が1である可能性には2つの理由があります。1つ目の可能性は、陽子のスピンが2分の1であり、二つのスピンが同じ方向を向いて足し合わさった状態、2分の1プラス2分の1イコール1です。二つ目の可能性は、陽子のスピンが互いに逆向きで、全体としてスピンが0となり、その代わりに軌道核運動量が1となる状態です。前者の場合、軌道核運動量は0ですが、後者では陽子のスピンの影響は相殺され、軌道核運動量によって全体の核運動量が1になります。陽子のスピンと軌道運動の違いは、それぞれが持つ磁気モーメントの大きさが異なるため、ビームの分裂幅を測定することで区別することが可能です。この実験の結果、陽子のスピンが2分の1であることが確認され、水素分子のビームには、スピンの異なる2つの可能性が混在していることが分かりました。この情報をもとに、陽子の磁気モーメントと、スピンの値が最終的に決定されたのです。陽子のスピンが2分の1である場合、2つの陽子からなる水素分子の状態には、2つの異なる可能性があります。1つ目は、2つの陽子のスピンが同じ方向、つまり平行に揃った場合です。二つ目は、スピンが互いに逆向き、つまり半平行に揃った場合です。スピンが平行に揃った水素分子は、オルソ水素、またはオルト水素と呼ばれ、スピンが半平行に揃った水素分子は、パラ水素と呼ばれます。常温においては、オルソ水素とパラ水素の存在比は3対1であり、この違いが、比熱の測定にも影響を与えています。異なる縮帯度を持つ、これらの状態は、比熱における重要な要素です。シュテルンゲルラッハの実験でも、このオルソ水素とパラ水素の区別は非常に重要です。
なぜならパラ水素では2つの陽子のスピンの和がゼロになるため、もしその状態が磁気モーメントを持つのであれば、それは各陽子のスピンによるものではなく、陽子が互いに回転運動をしていることで生じたものだということがわかるからです。一方、オルソ水素の場合、スピンが同じ方向に揃っていても、陽子同士の回転運動による軌道運動が存在し、その磁気モーメントもパラ水素の磁気モーメントと同じです。この特性を利用して、パラ水素で得られた磁気モーメントの軌道を差し引くことで、陽子のスピンに由来する磁気モーメントを明確に測定することができます。この方法により、陽子のスピンによる磁気モーメントを正確に求めることが可能となるのです。陽子の磁気モーメント。シュテルンがこの実験に着手する際には、ディラックの理論がすでに電子に対して確立されており、陽子にもスピンが2分の1であることが広く受け入れられていた時期でした。多くの研究者、シュテルンも含めて、ディラックの方程式が陽子にも適用できると考え、陽子の磁気モーメントは電子の磁気モーメントの1876分の1程度になるだろうと予想していました。これは以前に述べたおよそ2000分の1という数値よりも正確なものです。この予測は電子の磁気モーメントが次の式で表されることに基づいています。μe イコール 2m 分の eh バー。この式では m は電子の質量であり、約 0.5 メブです。ここで電子の質量 m を陽子の質量 m イコール938メブに置き換えると、陽子の磁気モーメントは次のように計算されます。μn イコール 2m 分の eh バー。イコール m 分の m かける 2m 分の eh バーイコール1876分の1 μe。 このように陽子の質量を考慮することで、陽子の磁気モーメントが電子の磁気モーメントの約1876分の1になると導き出すことができました。この数値は当時の理論に基づく精度の高い予測でした。シュテルンが水素分子ビームを使った実験に取り組んでいるとき、あの有名なパウリから次のような冷やかな言葉を浴びせられたという逸話があります。もし面倒な実験をするのが趣味なら、それをやるのも悪くはないが、結果はもうわかっている。だから時間と労力の無駄になることは確かだと。そんな皮肉にもめげずに、シュテルンは実験を進めました。しかし実験の結果は本当にパウリの言う通りだったのでしょうか。実際にシュテルンが得た結果は驚くべきものでした。ディラックの方程式から期待されていた陽子の磁気モーメントの大きさ μn に対して、シュテルンが測定した陽子の磁気モーメント μp はそれよりもなんと 2.5 倍も大きかったのです。この結果は当時としては衝撃的でした。やはりどんなに理論が進んでいても、実際に実験を行ってみなければ結果はわからないものだということを証明した瞬間でした。現在の精密な測定によれば、陽子の磁気モーメント μp は μn の約 2.79 倍であることが確認されています。これによりシュテルンの結果は最初の測定でありながら非常に正確だったことがわかります。シュテルンのこの成果は非常に大きな意義を持ち、彼は1943年にノーベル物理学賞を受賞しました。このエピソードは理論がどれほど進歩していても実験の重要性を改めて示すものです。シュテルンゲルラッハの実験はスピンの量子化という物理学の基本原理に関する非常に重要な知見をもたらした実験です。この成果は物理学の歴史において金字塔とも言えるものですが、ノーベル賞の対象にはなっていません。そのためゲルラッハ自身はノーベル賞を受賞していないのです。この理由についてはノーベル財団の過去の記録には明確な説明が残されていませんが、ゲルラッハがナチス政権に深く関与していたことが要因の一つであると推測されています。シュテルンゲルラッハの実験は科学的に極めて高い価値を持っていましたが、当時の社会的な情勢がその純粋な科学的功績を正当に評価することを困難にしたのかもしれません。
また、シテルンが1933年に行った、陽子の磁気モーメントに関する実験も、ナチスの支配が強まる、ドイツから、彼がアメリカに逃れる直前に行われたものでした。彼は、第二次世界大戦の混乱の中、物理学の発展に寄与し続けたのです。このような歴史的背景を振り返ると、当時の物理学者たちが非常に厳しい社会情勢の中で科学に対する強い情熱を抱き続け、新しい知見を追求してきたことに感銘を受けます。話を元に戻しましょう。この陽子の磁気モーメント μp と核磁子 μn の違いは、当時の研究者たちに大きな驚きを与え、しばらくの間は説明できない謎とされていました。湯川秀樹もこの問題に関して、自身が提唱したパイ中間子の存在から考察を試みました。彼は陽子がパイ中間子を放出して中性子になる過程が磁気モーメントに影響を与える可能性を検討しましたが、定量的な説明には至りませんでした。現在ではこの磁気モーメントの違いは陽子が素粒子ではないことに起因すると考えられています。実は陽子は内部にさらに構造を持っており、クォークというスピン2分の1の素粒子が3つ集まってできた複合粒子であることが分かっています。一方、電子は内部構造を持たない真の素粒子であり、ディラックの方程式は電子に対して正確に適用できました。それではクォークに対してもディラックの方程式が適用でき、陽子の磁気モーメントがクォークの磁気モーメントの和として説明できるのではないかと考えられました。実際にこの考え方に基づいて計算すると、陽子だけでなく中性子の磁気モーメントも同じ理論でうまく説明できることが分かりました。このようにシュテルンの実験で得られた陽子の磁気モーメントの測定結果は、陽子が単純な素粒子ではなく内部に構造を持つ複合粒子であるということを示唆する最初の証拠となりました。この結果は物理学者たちにさらなるミクロな世界の存在を予感させ、新たな研究の道を開いたのです。さすがのパウリでもこのような新しい視点までは予見できなかったのでしょう。今回の動画は以上になります。物理学の発展においては、予想外の発見が新しい世界を切り開くことがしばしばあります。頭の中で当然こうなるだろうと思っていても、実際にやってみると予想通りにいかないことがあります。そうした時には失敗だと思うのではなく、今まで気づかなかった新しい何かが見えてきたのではないかと考え直してみることが大切です。もしかすると、その先には全く新しい世界が広がっているかもしれません。そして次回の動画では、すべての素粒子のスピンについて詳しく探っていきます。また次回も一緒に量子の世界を探求しましょう。もしこの動画が役立ったなら、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。そして次の動画では、さらに深いテーマに踏み込んでいきます。これからも一緒に量子の世界を探求していきましょう。さようなら。